にちは、カナノアです。ピーン、イエイイエイ。はい、ということで今回はいつもやっている私服紹介をやります。イエイ。はい、今回はですね、ほんとシンプルで終わっちゃいます。ごめんなさい皆さん。まずこの黒のスキニースキニーが、あれ、どこだっけ、アズールです。で、上が GU のやつです。なんかカラフルのトレーナーめっちゃ売ってて、え、めっちゃ可愛い、あ、緑、あ、緑、緑欲しい、買おうみたいな。で、買いました。ここはポケットあるしね、いいよね。こんな感じです。カナです。カナも今日はシンプル、物はシンプルです。ちょっと派手なだけ。そう。これはなんかこの青の紫の下上にめっちゃ全部レースみたいな。このパーカーはジュエティっていうところで買いました。いろんな色があったの。へえ、これが好き。これ可愛いじゃん。可愛い、プリントされてるのも可愛い。超可愛いです。はい、で、まあ、下はシンプルに黒スキニー、これ GU です。あ、毎度の GU です。GU、 毎度の GU でございます。こんな感じです。以上です。はい、ということで今回神奈川はめっちゃシンプルです。ごめんなさい。ごめんなさい。2人とも、でもパーカーコーデだった。パーカーコーデ、たまたまだよね。たまたまパーカーコーデでした。パーカーコーデ、2人とも黒スキニーで買ったお店とかね、うん、お手本にしていただければ参考になるかも。ただトレーナーにスキニーだけど。そうなの。気になった方はぜひチェックしてみてください。ね、ということで今回は以上です。バイバイ。